はい、ギャグでーす。ギャグやりまーす。前回エンジンかかったんですけどね、ちょっとパワーフィルでもつけておこうかなと思って、こういう感じでつけて、で、このタンクですね。タンクのところね、これ一回つけて、自分でガソリンを供給できれば走れるんで、そこまでちょっとチャレンジしてみたいと思います。ガスタンチャンネル。はい、取り付けました。これ汎用品でよく出回ってるんですけど、そんなに評判はですけど、1000円ぐらいなんで安いんかな。一応つけました。ないよりは。で、ここ前回このオイルクーラーのところですね、漏れてたんです。タイラップに二重掛けにしてちょっと強化しました。で、まあキャブのセッティングはまだできてないんですけど、このタンクですね、ガソリン出るか見てみましょう。僕生きてると思うんですよ。いきますよ。ガソリン、これはね、オン、オフ、こうかな、こうかな。あ、出てきた、出てきた。出てきてますね。今、コックを入れました。これでオーバーフローしなければ、あー、オーバーフローしてる。マジか。前してなかったやろ、お前。なんでやねん。え？ゴミ噛んだ？フロートバルブあっちゃー、ほんまオーバーフロー嫌やわ。戦争とオーバーフローが嫌いです。ちょっと前に進むかどうか見てみたいと思います。あ、できた。ギアチェンジできた。あ、3速もいけた。おお。おお、普通に走れる。おお。スピードメーターも動いてる。おお、走れんね。走れる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 。なるほどなるほど、走れるよ。ガソリン、おん、オーバーフローすんなよ。せんかったらこのまま乗れんのに。お、してないか。あ、してない。オーバーフロー、ガソリンなくなったとかいうオチ。オーバーフローしてない。あ、してきた。ダメだ。やっぱガソリンが足らんねやな。でも普通に走れる。おお、やばいぜギャグ。おお、これはね、オーバーフロー絶対直したくなりましたね。引き続きちょっとまあやらなあかんこともあるんですけど、今頼んでるパーツが来たらちょっとそういうのをてこ入れしていって、ちょっとマジでギャグ伝説ね、やりましょう。ギャグ伝説いいやん、いいやん。
いいじゃないかギャグ。はいはいはい、もうガソリンないな。オッケー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 。オーバーフロー、オーバーフローをやっぱり止めないといけないっていうことで、やっぱ古いバイクなんで、もしかしたらフロートバルブももうへたってる可能性があるんで、ちょっとギャグのフロートバルブ、本当はねこのフロート自体も、あの真鍮のフロート自体も本当変えたいんですけど、ちょっとそのあたり探っていってですね、普通に走れるようにしていきたいと思います。ガッサンチャンネル、ギャグ伝説、行ってみよう。バイクの感覚